家でできるマジック、クローバーの4があります。このクローバーの4を弾いてると、ハートの4に変わります。種明かし。カードは初めから2枚重なっています。あとはこの2枚のうち前の1枚だけを後ろに持っていってやります。これを左手のデコピンと合わせてやると、このようにカードが後ろ側に1枚隠れるというマジックです。やってみたいなと思ったら、ぜひいいねを押してみてください。家でできるマジック、親指が伸びます、戻ります。種明かし、小指をもう一つの親指で伸びたように見せてやると、前から伸びたように見えますが別の親指です。家でできるマジック、ヘアゴムを小指と薬指にかけます。上からもう一つのヘアゴムで蓋をしてやります。この状態でこのゴムをこちらに移してやります。ワン、ツー、スリーとするとこちらに移ってしまいます。種明かし、小指と薬指にヘアゴムをかけ、指を縮めるときに親指で広げてやり、4本指にこのゴムを通してやります。あとはこの状態から広げると、このようにこちらの方に移動します。前から見るとこのように4本指にかけてることが見えないので、映った種が分かりません。あとはこの動作を上にもう1個のヘアゴムをかけてやりながらやってみますが、このゴムがあってもゴムは移動することができます。家でやってみたいなと思ったら、いいねをお願いします。家でできるマジック、トマトを手の上から落とすといつの間にかバナナに変わってしまいます。種明かし、バナナをこのように持って落としましょう。家でできるマジック、右手の人差し指がこのように曲がってしまいます。いてて。種明かし、実は左手の人差し指を右手の人差し指のように見せて、このようにガッチャンコしています。やり方は、左手の親指と人差し指をこのような状況にして、親指でこの根元を隠してやります。あとは右手を曲げてこのようにしてやると、さも右手の人差し指がこのように曲がっているように見えます。あとは角度をうまく見えるように練習をしてみてください。やってみたいなと思ったら、いいねをお願いします。